このシーンをもちまして、レイラ役スミポンさんオーラップになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そしてエリー役の矢崎きなさんオーラップです。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。4日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ずっとドラマに出られていて、そこからパワーアップしたこととかってありますか？そうですね、なんか和を重ねていくにつれ、自分の役がどんな役かなっていうのを、なんて言うんだろう、詰めていくというか、自分の中に入り込ませて演じたところあります。そこを頑張りました。大変だったこととかありますか？大変だったことは、3日目の朝にすごい全力ダッシュをするところがあって、そこが結構大変でした。長い道をね、わーって走ったんだよね。ボール使ってそこがね、大変でした。お二人はこうバスケ部だったと聞いたんですけど、なんか初のバスケ部チームあるということで。そうですね、一応バスケ部、まあ私はエースじゃないですけど、そんな上手くないバスケ部だったんですけど、まあそれを活かせる時が来たのかなって思ってるので、今日筋肉痛だけど、今日筋肉痛、実際筋肉痛です。その時撮影の名残があって、昨日のバスケで、はい、筋肉痛になってます。まあ撮影中大変だったこととかあれば教えてください。大変だったことは、でもそのさっき言ったそのバスケのシーンはやっぱボールのコントロールが難しかったり、強さも難しかったので、そこを結構時間かけて撮ってシーンです。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。残りも頑張ってください。頑張ってください。公開までお楽しみに。お楽しみに。